ヘイ、What's up, ladies and gents? どうも皆さん、こんにちは、テッドマーキュリーです。ヒットマン2。今回はマイアミのミッションを久々にやっていきたいと思います。で、僕みたいにね、もう超昔からヒットマンやっているものからすれば、やっぱヒットマンってそのファイバーワイヤーで暗殺するイメージが結構強いんですよ。で、今回ちょっと久しぶりにね、ワイヤーのみで、ターゲットを暗殺していきたいと思いまして、実はこれやってそうなんですけど、まあ、ヒットマン2動画80本以上上げてるんですけど、実はこれまだやってなかったんで、ちょっとワイヤー切る縛りといいますかね、やってみたいと思います。まずはあの、電話してるやつの方向に行きまして、まあすぐ行ってもらうと、あの鍵が落ちてるので、その鍵を拾うと。で、やたとこの鍵をね、このマスコットに渡すわけなんですけど、その前にこのトラックの中にね、とあるものを持ち込んでおりますので、何かというと、じゃじゃん、ピストルです。で、まあ、このピストルは後々使いますので。 Hey, yo, did you find some keys over there?渡して、今からまずは監視カメラを無力化していきます。これ見つかっても何の問題もないです。ここ立ち入り禁止エリアじゃないんでね、立ち入り禁止エリアでカメラに見つかっちゃうとちょっといろいろ面倒なんですけど、立ち入り禁止エリアじゃない場合は、見つかったところで問題ありません。あ、ちなみにこれ難易度マスターでやってます。ちょっと難しいやつですね。バール取って、これバールが重要なんで必ず取ってください。カメラ壊すと。で、もう1階まで上がります。まあ、これさらにこれよりももう一回上あるんですけど、ここまっすぐ行ってですね、このロボットが立っているところの扉を入って、はい、でもうちょっとしたらターゲットと、その護衛が出てきますので、彼らが来るまで待ちます。待ちますじゃなくて、完全に忘れてたんですけど、これ降りて待ちますじゃない、さっき拾ったピストルをちょっとこの辺に落としておいて、完全に忘れとった。まだ多分間に合うと思います。多分ここでも行けるはず。まあ、だからどっちでもいいですね。あのピストルをとりあえず置いて、この物置の裏に隠れてもいいし、パイプを伝った先に隠れてもいいし、まあ、そこは任せます。ロボットノックスダウン。Now for the air to the Kronstadt. さてと。まあ、ノックス君はね、簡単なんですけど。次、ノックスさん。女性の娘の方ですね。この娘の方をどう暗殺するかっていうのをちょっとこずったんですけど、あ、ちなみに今回はこれスーツのみ、気絶あり、殺害なし、あ、もう、あの、当たり前ですけど、ターゲットは除けますからね。で、発見なしの動画ですね。この警備ルームを通って、多分ね、スーツのみでターゲットを暗殺する方法、まあ、いっぱいあると思うんですけど、僕が思いついたのはね、バールを使ってね、ちょっとこれ邪魔なんで。別にあの遺体は隠す必要ないんでね。で、このさっき取っておいたこちらの方に行きます。今の見つかったっぽいけど見つかってないから大丈夫で、こうまっすぐ
ってですね、ここ乗り越えていきます。で、こいつもちょっと邪魔なんで、はい、47、the race is over. Sierra will be coming off the track anytime now. で、あとはここで待ってるとターゲットがやってくるので、自分の姿をちょこっと見せて敵を引きつける、あのやり方ですね。あのやり方でこっちにおびき寄せてからワイヤー切る狙っていきたいと思います。で、なんで入んねん、はい、まあ、というわけでターゲットが来るまでちょっと待ちましょう。はい、ターゲット来ましたね。ここちょっとドアのところに立っといてもらうと彼女の目線に入るので、こんな感じでおびき寄せて、まだこのタイミングでキルしちゃダメです。コインとか投げてもダメ、まあまあ投げてもいいですけど、反対向くんでその後にやる方がまあいいかと思います。よいしょ、はい、ミッション完了ですね。で、脱出なんですが、これも先ほど拾ったバールを使って脱出できるんで、いいかなと。はい、というわけで今回ヒットマン2マイアミのミッションを、ワイヤーキルのみで暗殺してみました。どうも皆さんありがとうございました。またね、気が向いたらヒットマン投稿したいと思います。じゃあ